ソ連の新兵器ですかね。兵器に何だって言うんだよ。ゴジラ無理です。あいつらは毎晩毎晩夢に出てくるんです。早くこっちに来いって。なんでつつましく生きながらえてるんだって。見えたのかそいつを。まるで恐竜の生き残りのような姿をした怪物でした。地元の人間はゴジラと呼んでいました。もしもこれがあの時のゴジラと同じ個体なら、さらにでかく凶暴になっていると思われます。これはあの時と同じ。敵を討ちたいんです。でも同時に俺にはあいつがたまらなく恐ろしい。皆さんもご存知のように、今東京は謎の巨大生物の襲撃を受け、未曾有の危機に瀕しています。海の力でゴジラを殺す、これが和田摘み作戦の概要です。和田さん、戦闘機の図でどこかにありませんか。万が一奴が上陸しても銃撃して怒らせれば相模湾に誘導できます。わざわざ撃ち落とされに行くってことか。お前やけになってんじゃねえか。知らせ。あんたらさえしっかりしてればうちの子たちも死なずに済んだんだ。あの子の気持ちは分かってたんだろ。俺だってそうしてやりたかった。じゃあなんでだよ。俺の戦争が終わってないんです。コウさんの戦争はありましたか。